どうも、ハイチーです。今回はですね、バイトの面接とか、就活の面接とかで落ちまくって病んでるんですけど、どうすればいいですかっていう相談がね、まあ就活の時期でもあるんでね、あれなんですけど、トントントンって来てたんで、まあ経験談踏まえて、自分がね、特にまあ就活の時そうですけど、こう思ってたよっていうとこと、まあ自分採用の方も、ね、こう就職して塾講師の時は採用側だったから、から、もう、こう思うよっていうのをちょっと話そうかなと思います。中学生とかイメージしづらくてごめんね。まあ、将来的にはね、役に立つと思ってるんで、まあ、よかったらね、聞いてってください。で、まず、その、落ちてさ、病むんだよ、確かに。特に就活なんてさ、もう、ボッコボコに落とされるから、自分を、何社だろう、まあ、10、20とか、ババーンって落とされてね。俺1社しか受かんなかったからさ。で、やっぱね、ああ、俺、なんだろう、自分が、結局最初はね、自分の何かがわかんのかな、とか、思う前に、まあちょっと会社と合わなかったのかな、とかさ、考えの方針かな、とかさ、いろいろあるんだけど、これが3、4、5って落ち始めると、あれ、これ俺の性格に何ありとか思ってきて、で、10ぐらい行くとさ、あ、もう俺クズですからすいません、受かりませんよね、みたいなこと病んでくるんですよ。で、まあそう思ってたんですけど、でも、まあ、結局まあ1個受かって就職して、で、こう採用側になった時に、まあ、就活の時にもね、言われてるんですよ。いろんな人に言われるんで、こう自己 PR の仕方とか、こういう文面の書き方とか、こういう風に集団面接とかでこういう風にやるんだよとかっていろいろアドバイスをされるわけですけど、自分が最終的にその1社受かった時に、もう最後まで開き直したの。俺の中で開き直した。で、自分の中では何個かルールがあって、まず基本的に嘘をつかないっていう、嘘をつかないっていうか、ちょっとよく見せる面はあるよ。ちょっとよく見せようっていうところはあるけど、でも基本的には別にその嘘情報を流すみたいな。俺、こんなにすごいんだよ、みたいな。とかはなくって、その自分の本当に思ってることを言葉になんか魂を乗せてとか言うとちょっとそれがスピリチュアルになっちゃうんだけど、でも本当にそんな感じ。自分がこっち口に出す言葉、発する言葉にちゃんと気持ちを乗せれるようにしようって。だから気持ちが乗る言葉を出さなきゃいけない。思ってもないことを言ってもさ、それはもう見透かされるんだよね、やっぱね。で、見透かせるの。これ、採用がやってて本当に思うけど、絶対思ってないでしょっていう。それは、思ってても伝え方が下手くそって場合もあるんだけど、でもそれも実力だからさ。だって、仕事ね、始めた時に、じゃあいろんな会社に行ってさ、いろんな人と会うわけじゃん。仕事してたら。まあ、同僚の仲間もそうだけど、本当は思ってるのに相手に伝わんないから、そういう人だからしょうがないよね、なんて仕事でやっていけないから。だからやっぱりその面も含めてやっぱ大事なんだなっていうところと、あとはまあいろんな人が言うけどもちろん、相手のね、その企業さんがどういう人材が欲しいのかっていうところをやっぱり相手の立場に立って考えないと。例えば、じゃあ俺塾講師も採用やってるじゃないですか。じゃあ今見てくれてるみんながね、じゃあ塾にバイトの面接来たとします。俺のところに来るとするじゃないですか。で、本当にね、みんなが本当のことで、例えばじゃあ前にバイトをしてて、あの、レジ打ちあるじゃん。レジ打ち。あの、コンビニのピーじゃなくて、こう、打ってくやつ。値段をポンポンで打ってく。もう、レジ打ちめっちゃ早いんですよ、みたいな。で、確かに、それがね、まあ、調べることはできないけど、本当だとするじゃん。もう、めっちゃその、前のバイトですごい練習して、もう、レジ打ちをめっちゃ頑張った。で、それをアピールするとするじゃん、俺に。でもさ、塾講師、レジ打ち関係ないじゃん。だから、そのレジ打ちの能力はすごいんだよ。すごいのはわかるけど、それ、うちにとって何のメリットがあるのって話になっちゃう。噛み合ってないんだよね。自分のメリットとこっちの企業が欲しいところが。だから、売り込みが間違ってるじゃん。で、もし、その、じゃあ、レジ打ちのとこで、でも塾講師でこうさ、の面でそれで売り込みたいとしたら、レジ打ちが早いんです、私って言うんじゃなくって、そのレジ打ちがその仕事ですごい必要だったんですって、そのお店すごく忙しくってお客様を待たせないように、こう終わった後にいつも1時間練習してって、それを1ヶ月続けたら一応こういう風になったんですって。だから、何かをこう、できないことがあるかもしれないんですけど、それを、例えばね、教え方にしても、できるようにするために、そうやって努力をすることができます、みたいな。ただレジ打ちを習得したそのレジ打ちがすごいんだよっていうんじゃなくって、レジ打ちをその習得するためにはこういう努力ができるんですって、努力を継続できますっていう、だからそういうことを売り込んだ方が、あ、じゃあこの子はそのね、うちに入ってもらったら、今最初わかんないよ、で塾講師っていうのは模擬授業をさせれないんで、基本的にさせるとこあんのかな、なかなかできないんだよね。その生徒にさ、来てもらった生徒にそのなんだバイトの面接の子なんだけどなんてできないから、そこでお金もらえないし、だから実際に採用してから授業してもらう形になっちゃうんで、実力はわからない。でもその時に、じゃあこの子はもし最初下手だとしても努力をして、そのなんだろう、自分を伸ばすというかね、こうなんだろう、授業が上手くなっていくっていうその変化を期待できるわけじゃん、こっちは。あ、じゃあいい先生になるかもしんないな、ちょっと採用するかみたいな風に持っていけるわけよ。だから、こう、もちろんね、もともとその企業と自分のもタイプが全く、噛み合ってないことは多々ある。これはバイトでも多々あることなので、ありますけど、もし連続で落ちたとかね、それで凹んでるぐらいだったら、なんで落ちたのかっていう分析した方が絶対にいいって。
で、あと、その、まあ、企業、まあ、なんかさ、企業の方が上の立場になっちゃうから、採用する側だから、イメージとしては自分が受けさせてもらってますみたいな風になっちゃうんだけど、あんまりそこ比喩しなくていいと思うんだよね。もうなんか割り切っちゃうときは、この企業ダメだわ、みたいな。そう、あ、もうダメだ、もういい、ムシムシムシみたいな。そう、落ちちゃったことを全部受け止めちゃうと、就活ね、受け止めちゃうと、ダメージ食らいすぎちゃうんで、この反省も失礼してもない。ここはもう反省もいらないっていうのも必要だから、そうやっていく中で反省するところ、例えば、その面接ね、伝え間違ったとかアピールポイント間違ったなって分析したら次に活かせばいいわけなんで、だから、自分がどう売り込むかっていうところは相手が何を必要としてるか、何をこう求めてるかっていうところからまずね、考えなきゃいけないんで、そういうところをね、ぜひね、こう覚えておいてもらえると嬉しいです。だから、まあ、中学生とか高校生もそうなんだけど、これはそのバイトとか就活の面接だけじゃなくって、そのま、受験の面接もそうだし、このね、この学校にとってどういう人材を欲しがってるのかなって、まあ、そこまで難しく考えなくていいけど、どういう生徒だったら入ってほしいと思ってるかな、先生はとかね、そういう考え方でもいいし、あとはま、同級生とか先輩とか、まあ、これ本当に恋愛も同じだと思ってて、恋愛も相手が何をしてくれたら嬉しいかなって。まあもちろん、恋愛ちょっとまた話長くなるんで別で一切取るわ。そればっかじゃダメなんだよ。恋愛はね。相手のために、相手のためだけじゃダメなんだけど、絶対に。でも、やっぱり相手を思いやるっていうのは相手にとって何がプラスなのか、何を考えてるのか、何を求めてるのかっていうところをやっぱりこう、考えて想像して、ね、それをこう、すり合わせていくのがやっぱ必要だと思うので、今回ね、メールもらったやつ、もうめちゃくちゃ凹んでたの、文面が。もうなんか絶望になってたから、いや、待てと。そんな、言い方悪いけど、就活とかバイト落ちたくらいで絶望するなって。そう、人生もっといいことあるから、いいことあるし、もっと辛いことこれからあるからね。そうそう。だから、ね、せっかくもう落ち込んでズーンってなるぐらいだったら、そっから何か学んでプラスに持っていこうぜっていう話を伝えたかったので、ご視聴いただきありがとうございました。